デジタルカメラマガジン編集部の福島です。今回2023年の8月号です。いや本当暑いですね。今日もね、もう40度に、ね、近いような、都内はそのぐらいのね高温になってますけども、まあ、暑い中なかなかね撮影にこう気分がね向かないんじゃないかなっていう、そういう人もねいるんじゃないかと思うんですけども、今回はですね特集1はこの老元像大辞典としてですね、老元像の、プロテクニックですね、写真家のテクニックを学ぼうと、そういう企画にしました。で今回の、特集はですねこの目的別に Tips 集をふんだんに、取り揃えています。例えば工房をね力強く出したいとか、有形のねオレンジを鮮やかに出したいとか、ポートレートの美しい肌を再現したい、そういう形で、目的別にですね、まあ、2ステップか3ステップぐらいで劇的に写真が変わる、そういうものをね、集めています。はい、それではですねちょっと私もね少しこのテクニックの、Tips の中からですね、一つ選んで、ね、実際にねそれを真似てね、仕上げてみたいと思います。私が選んだのこの、Tips の35番、ね、佐々木和一郎さんのインパクトを増幅させる工房のカラースパイス、これをちょっとねやってみたいと思います。私も、ちょうどね、写真フォルダーの中にこう探してみたら、工房のね写真があったので、これをちょっとね和一郎さんテイストに、ね、ちょっとやってみたいと思います。今ライトルームクラシックで読み込ませました。で基本設定のまず露光量を上げろということなので少し上げてみます。和一郎さんは 1.4 ぐらい上げてるんですね。じゃあ私は 1.3 ぐらいにしてみましょうか。ちょっと強いですね。 1.0 にします。はい、その次コントラストですね。コントラストを20ぐらい上げると、これはそのままにしましょう。それからハイライトを逆にちょっと下げるんですね。90と結構思いっきり下げていますが、あ、確かにいいですね。光合が目立ってきました。で、シャドウは少しだけアップ、それから白レベルはそのままで、黒レベルもちょびっとだけ同じように1上げておきましょう。そしてカラーグレーディングですね。カラーグレーディングの、これはハイライトですね。はい、ありました。色相がね少しね、左側にずれました。それから彩度を若干上げるという形なので、今ね、カラーグレーディング上げたので、少し上がってるんですけども、それでももうちょっと上げてみましょうか。目安でやって70ぐらいなので80に上げました。そして最後、バランスですね。バランスを少し下げる、マイナス40ぐらいですね。はい、仕上げてみました。それから最後 HSL で HSL で黄色の方向に振るということですね。和一郎さんは65ですね。私はちょっとそこまでじゃない方が好みなので40ぐらいに留めています。もちろんね、写真家のねこう、パラメーターっていうのはその元となる素材がやっぱり自分とは違うので、ね、そこは適宜こう目安、一つの目安にして見ながらね適宜決めていただくのが一番ベストなのかなという感じです。確かにいいですね。攻防が強くなってます。はい、今回の表紙なんですけども、こちらのね素敵な夕日の写真を選ばせていただきました。杉浦さんの作品なんですけども、これはね千葉県の中之島大橋というね、このジグザグのね階段がちょっと特徴的なデザインの有名なねこのスポットなんですけども、これね夕日を撮ったり、それこそシーズンになるとね花火をねバックに撮ったり、そういうねちょっとね
有名な場所です。で、ちょうどこのね、いい感じに空をね、リフレクションして、このね、雲もドラマチックに出ていると。今回のね、ローゲンゾー大辞典のテーマにぴったりということで、これを選ばせていただきました。中ではね、杉浦さんがこれをね、レタッチするテクニック、それもね、載ってますので、ぜひね、こんな感じでね、素敵な写真にね、仕上げてみてください。はい、レビューなんですけども、ニコンさんからですね、2本、魅力的な望遠レンズが、出ています。一つが 70-180 の F2.8 です。すでにね、S ラインで 70-200 の 2.8 というのがあるんですけども、まあ、それのね、望遠側ですね。望遠側が200じゃなくて180に止めることで、大口径の 2.8 が使えると。そういうレンズですね。で、もう、S ラインと何が違うかっていうと、70-200 の F2.8 で比べると、565g もね、軽くなっています。こちらは。なので、手持ちでね、2.8 を味わいたいという場合は、このレンズのセレクトも魅力的なのかなというふうに思います。はい。もう一つはですね、180-600 の F5.6、6.3VR です。これもね、とても魅力的なね、焦点距離で、飛行機とか鉄道とかね、そういう動態を撮るのにね、すごく向いたレンズになるかなと思います。これに関してはね、ミスター 600mm と言われて、飛行機のね、深澤明さんにね、今回このレンズを持って、沖縄の方にね、行っていただきました。なので、とても魅力的な写真がね、紙面をね、飾ってるんですけども、まず軽量、そしてコンパクト。もうこれ以上のですね、武器はないかなっていうぐらいの、使いやすさなんですけれども、何よりも、その上で、びっくりしたのは写りです。600側も180側もすっかりクリアにシャープに写りますので、これ一本あれば遠征、繰り出すなんかこう楽しみが湧き上がってくる、そんなような一本だと思います。はい。で、古紙などですね、ノクトンの 35mm です。これ F0.9 というとてもね、明るいレンズになっています。すでにね、マイクロフォーサーズでは F0.95 シリーズとか、さらにね、こうスーパーノクトンという F0.8 っていうね、とんでもない明るさのレンズがね、古紙さんからは出てるんですけども、今回 X マウントでですね、初めて F1 を切る F0.9 というモデルが出ました。すでにね、X マウントでは 35mm でいうと F1.2 というね、モデルがあるんですけども、それよりもね、もちろん 0.9 になるので少し大きくなるんですけども、それでもね、0.9 としてはとてもね、コンパクトで小さいフォルムになっています。このサイズで 0.9 ですからね、富士フィルムさんの、例えば XT5 みたいなね、そういうクラシカルなカメラにね、もうベストマッチするようなね、そういうね、仕上がりになっているので、そこら辺はね、小品さんらしいね、作りになっているなというふうに思います。こういう金属のね、質感などもとてもいいですし、このね、ローレットのこの回るね、クリック感覚もね、とてもね、心地よい感じです。そしてもう一つはですね、これ7月号の星空風景の特集でもね、取り扱ったんですけども、シグマさんの 14mm の F1.4 というレンズです。で、このね、焦点距離で 1.4 ですから、ちょっとね、今まではありえなかったようなスペックの組み合わせですよね。それができています。なので、まあ、ちょっとね、 14mm としては大きいんですけども、こう三脚座がついているようなね、そういうフォルムに仕上がっています。ただ、もう一つは冒頭、関東にですね、今回 EOS R8 の企画を入れています。ライトウェイト8という形ですね。今回は、これは宇川真由子さんに、3本のレンズ、新しく出た 28mm、 それから35のマクロ、2400、この3本だけでこの長崎のね、街をどう撮るかという形で6ページのボリューム で、関東を飾っていただいています。ギャラリー01は上田義彦さんのいつでも夢をというタイトルなんですけども、まあ、このね、キーワードっていうか、タイトルにですね、聞き馴染みのある人は、ピンときた人は、ちょっとね、年代が古い人かもしれませんが、1990年後半から2000年代初頭にね、かけてですね、上田義彦さんがサントリーのウーロン茶の、ね、テレビ CM とか、企業用の広告なんかを手掛けていました。
私もね、テレビでですね、よく、見たね、写真が今回いろいろ並んでいます。テレビ CM でも見たことのある作品がですね、並んでいまして、今回タイトルもいつでも夢をという、写真集と、展示をですね、2会場で行われるので、まあそれのね、ちょっと告知を兼ねて今回掲載させていただいています。はい、それからギャラリー02なんですけども、これは私どものね、編集部からも書籍を出させてもらった、岡田敦さんのエピタフです。こちらもですね、まあ、素敵な、写真と、テキストになっているので、まあ、これをちょっとね、ぜひ紹介したいということで、今回岡田さんにね、私の方がちょっとインタビューをしてですね、それに答えていただきました。写真家の岡田敦です。僕は2011年から北海道の根室半島沖にあるゆるり島という島にずっと通ってまして、約その10年かけて撮りためた、島の写真を収めた写真、書籍ができました。ゆるり島は北海道の根室半島沖にある無人島なんですが、かつては漁師の方が昆布漁の干し場として活用していた島です。でその時に、昆布漁の労力として使われていた馬が、当時1950年代に持ち込まれたんですが、この馬の子孫が、今も野生化して生きているというちょっと不思議な、島になっています。はい、もう一つちょっとお伝えしておきたいのがフォトコンテストです。もしかしたらね、先月号からちょっと変えたのでお気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですけども、掲載するねサイズをちょっと大きくしました。っていうのは掲載する作品点数をそのままに、それぞれね、部門でページを2ページ増しました。なので佳作とかね、入選とかちょっと今までね少し小さすぎてね申し訳なかったなというふうに思っていたので、そこをね、全体の、作品の掲載サイズをねアップしました。こちらもねちょっと、ご確認いただければなと思います。